はいどうも、ジューです。マリオカード DS パート17やっていきましょう。さあ今回もミラーノグランプリ進めていきたいと思います。さあ前回はデイジーでキノコカップをクリアしたということで、今回はフラワーカップですね。じゃあ今回も隠しキャラを使いたいので、じゃあ今回はワルイージー行きたいと思います。おすすめはゴールドマンティスとスタンダード WL とトリッパーですね。じゃあ今回はじゃあトリッパーでいきたいと思います。性能はこんな感じですね。アイテム力がマックスなんで、まあここの力でなんとか今回はぶっちぎりたいと思います。はい、ということで今回はフラワーカップですね。まあ悪いじミンモールがあるんでね、まあここで悪いじを選んだという感じなんですが、じゃあ行きましょうか。まずはサンサン砂漠。まあまあまあここはね、まあマリオ3の太陽がいたり、あとは途中でバブルが出てきたりとちょっとわちゃわちゃになってしまうんですが、まあ頑張っていきましょう。待って、隠しキャラ4体全員な。なかなかちょっとこれはすごい確率なんですが、まあいいや頑張ろう。待って、でも性能にしては劣っている方なんだよなこれ。待って、 OK、なんとか。わあ、ここで偽アイテム？ OK、 誰かに当たったっぽいよ。わあ、大丈夫かなこれ。わあ、ゲッソーはいらねえ。ゲッソーとか意味ないもんな、コンピューターとかって。お、ここでショートカットができそうだ。 OK、 でもキノコカットで使っちゃうのがちょっと難点かな。危ない。わあ、それ当たると思わんて。やばい、危ない。きなりヨッシー爆弾を投げてこないでください。まあ防衛だけどね。ちょっと興奮したゆえに爆弾って言ってしまいました。大変申し訳ございませんでした。わあ、ルイージー、待て。わあ、何に当たったのルイージは。ちょっとめちゃくちゃ気になるんですが、待て、しょっぱな1位は取りたいよ。わあ、待て、なんでサボ暴れてんの。危ない。だとしてもこれは当たらない。 OK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  ということで、ナイス1位。やっぱりこれだよな、悪い位置って。はい、まずは1位を取ることができました。はい、次モンテタウン。まあここは意外とミラーでもいけるんじゃないでしょうか。ちなみにサンサン砂漠もモンテタウンも Wii で後にリメイクされましたからね。ちなみにツアーではリメイクはされませんでした。まあ8デラックスにも来てないもんね。まあ来ていくかもう来なかったもんね。もう第6弾まで配信終わってるから。待って、いけるかなこれ。いけ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 い。よし、とりあえずここで1位を取ります。やばいな、危な。いてててててて、てどうしようかな。ちょっと抜かれた時に使うか。危ない。あー、キノコが出てきた。まずいな、ルイージに取っただと許さねー。 OK、 ナイス。わーい、ここでサンダー来ちまったか。さあ2周目。やっぱり看板のラップ2もあれなんだね、反転するんだね。じゃあそっか。待て、行け。 OK、 ナイス。じゃあこのここ行く。 OK、 いやここいいから、やっぱりここリメイクされて欲しかったけどね後に。待て、お前も巻き込まれろ。まあでも初速が遅いなこれ。わーい、まあでもあの時2位だったから、ヨッシーよりかは早いだろう。オッケー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 、ラッキー。さあファイナルラップ突入。残すところあと1周です。
さあ、このまま1位をキープしておきたい。でもすごい速度でついてきてんな、あいつ。ここで偽アイテムはいらないな。いけ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 、当たれ。 OK、 食らった。いいよ。待て、もう一回食らうかな。食らわないか、さすがに。いけ。じゃあここに置いて、ちょっとこれは悪意あるけどね。いいよ。あいつ最後に赤コーラ出してきやがった。ナイス1位ということで、 OK。 これでまた10ポイントで、これで2連続1位ですね。はい、じゃあ次、悪いイージピンボール。はい、皆さんお待たせいたしました。神曲のお時間です。悪いイージピンボール、もうここが神リメイクの時は本当に良かったんよ。まあここはセブンとツアーとエイトデラックスでリメイクされましたね。まあセブンが DS に近い、まあほぼほぼリメイクだったんですけどね。 OK、 ヨッシーに当たった。待て、まあやっぱり割り字ピンボールはやっぱり DS からの方がいいもんね。俺はやっぱり原曲の方が好きだよ、俺は。ちょっと、わー、なんか赤コーラスルーしていった？近すぎたんかな？ OK。こう来て、はい、またアイテムを取りまして。いけ。あいつら、当たらないか。いけ。あー、置きたかったけど置けなかった。オッケー、ルイージー食らった。ナイス。オッケー、ここでトリプルバナナ。まずいって、危ねえ。結構遠回りしまったよ。回り中しているようなもんだ。いけ。オッケー、緑コーラー。いけ。あー、当たらない。ヨッシーに当たんないよ。待て、でも代わりに誰か食らったね。わーい。危ない。こんなところで当たっていったら、シャリにならないからね。はい。でも、エイテデラックスでこの音なんでこんな音消したんだろうか。さあ、ファイナルラップ突入。この原因は、未だに誰もわかりませんけどね。待て。オッケー、ここでトリプルバナナ。いけ。なんとかうまくいきたいよ。まあ、でも、トゲゾウが来たりしない限りは、もう絶対勝てるわ、これ。待て。ここで緑。緑一。いけ。なんかちょっと逆に心配だわ。待て。オッケー。これで絶対当たらない。危ないんですけど。もう俺はもう1位を取るためなら、俺もこのことをしてもいいんだ。ナイスー。はい。ということで、はい。見事1位を取りました。これで3連続1位ですね。はい。次がラスト。キノコリッチウェイ。そう、これ8デラックスに来るまで、これリメイクはされてなかったんだよね、これ。いや、でもなんとか良かったわ。わ、待って。反転化するとこうなるんだ。いきまーす。スタート。待て、危ない。わー、やっぱりこれいいわ。待て。とりあえず、ルイージかヨッシーに当てたいところ。ここら辺のまっすぐになってる直線の方があれだと思うんだけど。いけ。待て、後ろにいたデイジーじゃ食らわなかったんかい。はい。ここで、ダッシュキノコ。エイトデラックスだったら、ここで風に乗って、浮遊するんだけどね。わーい。サンダー。これサンダー出てきたら、これ一瞬で使われるからな、これ。
さあ、現在1位。待て。なんでやねん。近すぎたのか、後削音と使われたのが。もううまく認知してないわ、これ。もうそのせいで、リーチと距離が遠ざかったわ、これ。危なー。何？なんか不安になってるんやけど。頼むって、うわー。ここで木の位置。少しショートカットはできたんじゃないかな？おー、トリプル。バナナ。ちょっと待って、前見てなかったー。あ、これさっき俺が落としたキノコや。ラッキー。よーし、ということで、ファイナルラップ突入。さあ、ラスト一周です。これが。いて。やべえ、やべえ。いけ。やぶない、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 やぶない。よう、こういうの食らわないのは OK。ルイージヨッシーが食らったぞ。これは大チャンス。待て、ちょっと待って。まずいって、よそ見してるとこうだわ、すぐ。待て、落ち着け。うわぁ、アイテム取られた。最後のアイテムだったのに、これが。オッケー、ラッキー。おっと、なんか車に当たってたんだけど、あいつ。あいつら。二人一気に巻き込んでくれて、ありがとうございまーす。ということで、これで貴族リッチウェイも、なんとか1位。これでオール1位。素晴らしすぎる。これで見事、今回は40ポイント取ることができました。さあ、ということで、最終結果。わあ、やっぱり今回ヨッシーとルイージ強かったな。まあ、でもやっぱりミラーでも負けないんだよな、俺は。はい。わあ。やっぱりね、ミラーもね、悪くはないよ、これ。やっぱり感覚が違っていても、こういうのはね、簡単なのよ。はい、ということで、今回はランク星一つ。まあでも、いい方なんじゃないかな、これは。まあ前回がランク C だったんで。いやーでもなんかちょっとこれ本当にいいよ。はい。ということで、じゃあ今回はこれぐらいで終わりたいと思います。よし、じゃあ次回はミラーのスターカップの方をやっていきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、それでは Twitter、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それではさよなら。